皆さんこんにちは、カーナです。パオン、ビヨンドザピエン、ピエン超えてパオン、やっていきましょう。もうピエンもそうだし、西野もそうだし、なんならこの作者さんの長島っちょ面とか勇者 VS クソリプとかもいっぱいやってんなペックメンもやったけどね、あれは難しくてクリアできなかったな。まあ多分ね、やることはいつもと一緒だと思うんですよ。ライトでピエンマーク、パオンマークとかに、はあ、いつもと全然違うね。ライトを当てて E ボタン連打でマークを消していくってパターンだとは思うんですけど、バズワード JP300 から310バズらないと。今までは廃墟とかだったけど、あー、人だ、おーい、人、俺だ。腹筋とかで動いたりしないかな、あいつ。なんだろう、閉じ込められちゃったのかな、モルモットとして。プイプイ言わなきゃ。 JP146、なんだろう、拡大したらなんか書いてあるかな。おー、モザイクかかってるけど、あの子じゃないっすか。ヘイヘイ。ドアとかは特に開きませんか。隙間から何か見えたりとか。さあ、今回の舞台も今は何の変哲もない感じですけど、おー、いたこういうね、隠しイラストとかもね、隠されてるからね。あいつが現れたらね、ここもアビ教官の、ほらね、一気に雰囲気変わるんだろう。暗くなっちゃった。懐中電灯、扉閉まってますね。お、こんなところにいつものテレビとライトが。ごめんね、いいよ。で、バッテリーですね。ただバッテリーは、お、助けて、やだよ、有限なので、程よいところで、見つけ次第回収ではなく、程よいところで取るようにしましょう。わあ、いっぱい血、やったじゃん。で、おそらくあいつとのファーストコンタクトは無理ウマ娘アニメの無理って言って交代してく。こら、かわいいよね。なんかあるか。最初はね、負けゲーだと思うんすよ。で、その後にあの部屋に閉じ込められて、そっからが本番っていうパターンがいつものピエン系ですけども、どうなんでしょうね。後ろ見て、あいよ、いるんだろ。あ、いない。印に光を当てる。チュン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 、これじゃないか。今後出てくるやつだね。ピエン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 、心の中でピエンと、あ、ごめん、普通に口に出しちゃった。おお、ピエン、チューン。おお、久しぶり。あー、いっぱい落書きしたね。ベニーいっぱい使ったね。いるかな。お、あの体はピエンピエンでかーい。おお、そしてニューソングじゃないですか。なんだっけ、ハリースピコさんだっけ、名前間違ってたらすいません。パオンモードで泳いでるね。違う、踊ってるね。ライトがつけられない。きたー。で、足元見て、こいつを連打すると次のステージ本番に行けるってわけね。これ音が鳴ってる方向的にこいつが歌ってんのかな。ちょっとワンコーラスは聞きたいね。バッテリーが欲しいシルエットだけになっちゃう。ちょっとペンラでも振ってあげたいな。持ってこようかな隣の部屋にあるんだけど。ペンラはないんですけども、ペンタブのペンぐらいならあるけど。何本まで使っていいライブですかこれは。あとは何だろう、フリスクぐらいしかないですけど。なんて悲しい絵面だせっかく楽しいソングを流してくれてるのに。
で、次のファーストステージ、まあ、いわばセカンドステージかな、そっからが本番っていう形でしょう。知ってるぜ、 PM も慣れてきたからな。で、このステージと同じように左右からの音が大事になると思うんで、イヤンホホ、ヘッドンホホ、どちらも、うん、つけといた方が良さそうだな。じゃあ次行くか。ずっと聞いてはいたいけども、あ、そしてこのままか。あ発見。前のあのピエンの歌もさ、ダウンロード数とんでもないことになったんでしょ。他なんか隠し要素ないかな。まみっちゃってる。特に他はないか。バッテリーも危ないから、よし。おパオン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 、これがパオンマークですね。ピエンコイバンダブルバンダブル、ピエンコイバンダブルバンダブル、印をやっつけす。よしよしよし、こっからですよね。結構ね、天井とか壁とかにねあるんで、いいね。あ、来てますね。どこだ。あそれは無理ですよ。ご覧のように音が来たらね、すぐに移動した方が良いと。あそこにもあるね。わったいくそー、ビビらずに、一度もビビらずにクリアする予定だったのに。おっと、いやー、ちょっと来ないで、それは無理ですよ。お部屋に、お、あー、避けられると思ったけど、お部屋に入ってこられるときついですね。そしてさっき割ったけどもないと。このようにね、ある程度ランダム要素なので、一応なんだろう、パターンというか、うん、はあるにはあるけども、そのうちの8つって感じなんで。でね、バッテリーつけっぱなしだと無理が来るんで、このようにね、ピン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 、つけたり消したりでね、済むので、視聴者的にはね、画面的にはちょっと見づらいだろうけど、こうやってぐるぐる回すし。ただこうやらないとね、クリアできないんで。おっと、いたね。あれ、壁壁壁壁ドン、ドカベン。逃げながら、ある程度場所もね覚えつつ、こういう部屋系は危険なので後に回します。いや、分かち合いたくないです。一人でやってくださいまだこの近辺にいるだろうから、あまりここで近くですぐぐるぐるするのは良くないかもだけど。あ、来てるねー。パトゥンパトゥン、なんて言ってた、パドゥンパドゥン。よしよし、あと2つ。おっと、ここのチェイスをね、あ、バッテリーそろそろ拾っておきたいですね。よしよし、ラスト1箇所。あー、来てる。いや、ここはもうゴリ押す。あー、惜しいよし、ラスト1箇所。いや、でもこれでラストじゃないでしょう。最後はあいつが爆発して落ちてくるんだろうけども。踊り出しそう。お、ファイルダーオン。逆。ビヨンドザピエン。もう何も降ってこないか。印を消す5。おお、これは1のステージ、1というかピエンのステージじゃないですかビヨンドザピエン、なんだおお、これはファンには嬉しいじゃないの。お、ファン聞こえてきた。ただやはりバージョンアップしてますね。で、まあまたね、印の位置はランダムなので。ただ5個ってことは、まあ、ここが、いや、この広さで言ったらもっとあってもいいだろうから、
ピエン超えたパオン、おそらく難易度が上がってんのかな。今度は印を消すごとにあいつの造形がグロテスクになっていくとか。あ、どっちだ、左か。ちょっとね、音をしっかりと聞きつつ、こっちら辺だな、右奥ルート、どこかな。今までとパターン違ってたら怖いな。だいたい壁、天井とかもあるけども、ギミック会場系もないとも限らない。よしよし、こういう部屋系はね、袋小路になってるんで。お、わーっと、はい、そう、あー、壁ん、うおー、これラッキー。ここに2個あるって素晴らしいな。いい引きだ。見えない。もうそういう時に限ってボンミスで死ぬからな。お、あそこにある。こっちに渡ってきてるから、どう行こう。よーし、お、見えたな。今ぐるっと回っていきましょう。どこだ、結構天井高いところもあるから部屋は大丈夫。よしよし、あと一箇所、どこだ。よーし、いい子だ。おっと、来た。あー、壁ん、おー、なんという、今のはなんという行幸。絶対捕まったと思ったよ、見つかって。おっと、来たねー、汚ねえのが来たねえ。ここはもうライトつけながら探しながら行こう、むしろ。お、あそこ、よーしよし、お、パオンを超えろ。どうした、お、何やってんの、壁にしてるけど。おー、俺は今パオンを超える。お前らの血と肉と骨と、あとなんかよくわかんないものを俺の中に。逃げている。あはは、どこへ行こうというのだね。早く俺の中に入りな。イエーイ、やったやったやった、イエーイ、16、あと1匹。どこだ、いたー。超えました。ピエン超えてパオン、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 ピエン超えてパオン。パオンのラストは感動的だった。パオンがピエンが最後にラストシーンで親指を立てて陽光炉に沈んでいくシーンは涙なしには見られなかったよ。できたりしないで、なんか。ペンライト振りたいね。フリスクでも振っとこう。いやー、今回も壮絶な戦いでしたね。やってることは一緒。全てに通ずるこのプレイ、初心者から経験者までみんなが楽しめる素晴らしい内容でした。ちょうどいいバランスだと思うね。あと1個、あと1個ってあたりですごく焦るあたりで、うん。捕まったりみたいなね。これはね、放送でやった方がある意味盛り上がるかもだね。まあ動画でやっちゃいましたけど、最後まで遊んでいただきありがとうございました。とても嬉しいです。びっくりマークたくさん。これからもいろいろ作っていきますので、また遊んでくださいね。もちろん。お、そして、あの実写の、ピエン人形、ピエン巨大人形じゃないか。モーリーファンタジーだっけ、あるのって。近くにモーリーないからさ、探しに行けなかったな。まあ、時間にして2、30分ぐらいかな。程よくね、終われる、いいゲームです。セーブはないけどね。
もちろんモロチン無料ゲームなので皆さんもぜひ遊んでくださいね。そしてツイッターに書いてあったな、タイトル画面でキーボードの K を 1,2,3,4,5,6 S を 1,2,3,4,5,6 O を1回、えい、左クリックピエンを生むこと、青い、赤いピエンだ。赤ピエンは力持ちか、ミドピエン、村ピエンもいる。おー、ピエンだらけにしてパソコンがどこまで耐えられるか。いや、いいですね。新曲も良かったし、こうやってまたねピエンの歌も聴けたし、ほんとちゃんとね今までのファンも楽しませる要素があって素晴らしいですね。こういうさ過去作のマップがさまた出てくるとさ、ファンは喜ぶよね。おー、パオン君、メタルギアソリッド4でシャドウモーセスが出てきた時のような感動よピンクピエンも全部で何ピエンあるんですかね。ウォールプールみたいになってきたな。ピエン、ピエピエン、あ、終わっちゃった。なるほど、ここまでか。なるほど、視聴モードね。あ、ちゃんとこれ当たり判定とレシーン、ちゃんと弾かれていく。フルバージョン流しちゃうとね、うん、買ってもらえなくなるからな。視聴モードで終わらすのは素晴らしいぞ。埋もれすぎて見えなくなりましたわあ、今世界はどうなっているんだ世界はピエンに包まれてしまった。ボコ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 、どっかに青いやつがいるはず。いたいた、大丈夫か、生きてるか本当にこれ最後まで、うん、限界までやったらどうなんだろうな。ここまで入れてもさ特に動作重くなってないからすごいよね。このゲームもともと容量もあるんだけども、動作もある程度スペック要求されるらしいんで、うん、ちょっと動かなくて厳しいなって人はもうおとなしくゲーミング PC でも買ってくださいピエンやパオンのためだけに買うのも悪くないと思うぞ。さあといった感じで、パオン、ビヨンド・ザ・ピエン、ご視聴ありがとうございました。みんなもピエンピエンパオンしてくださいね。